まあ、パッと見た感じ、大きい小さいで強い弱い勝てる勝てないっていうふうにこう判断されるところがすごい嫌なんですね。小さくても勝つ手段はある、無差別っていうところの追求ですね。本当アニメとか漫画とか出るようなずっと描いてましたね。うん、これが格闘技かなとも思います。最強になりたい、最高を目指したい、極限を目指したい、超人にたどり着いてみたいですね。 My goal is You know that every fighter be the number one fighter in the world. And dog grabbing dog, not too much holding or free fight.No knee, okay? Free fight, okay? Come on.